世界平和評議会は、ポーランドのワルシャワで設立された組織。冷戦当時に東側諸国政府の主導で設立された。日本からは日本共産党系の日本平和委員会が加入している。壇上にパブロ・ピカソによる鳩の絵を掲げた東ベルリン会議。1952年7月1日。1949年4月、パリで平和擁護世界大会の第1回大会が開かれた。冷戦が激化し始める中、フランス政府が東側諸国代表の入国を拒否したため、1950年11月16日から22日、ワルシャワで第2回平和擁護世界大会が開かれ、81カ国から2065人が参加。冷戦下において、アメリカや日本、西ドイツなどの西側諸国と対峙するソビエト連邦や、ポーランド、東ドイツなどの東側諸国の強い影響を受ける団体であることから、日本と西ドイツの再軍備を非難したものの、東ドイツやポーランドの再軍備については、触れずじまいであった。また、世界平和評議会の設置を決定し、核兵器使用禁止を求めるストックホルムアピールを宣言し、その後多くの署名を集めた。1951年、常設機関として設立されていた平和擁護世界大会委員会が改組されて、世界平和評議会が発足した。事務局は当初プラハに置かれ、初代議長にはフランスの原子物理学者、フレデリック・ジョリオ・キュリーが就任した。1951年2月21日から26日、東ドイツの東ベルリンで世界平和評議会総会を開催し、5大国平和協定締結を呼びかけたベルリンアピールを採択した。1953年6月15日から20日、ハンガリーのブダペストで世界平和評議会開催。平和は話し合いでのブダペストアピールを発表した。1954年3月21日から25日、オーストリアのウィーンで世界平和評議会理事会開催。平野義太郎が放射能被害の実相を報告し、ビキニ事件宣言が発表された。1955年1月19日、ウィーンで世界平和評議会拡大執行局会議を開催、原始戦争の準備に反対するウィーンアピールを発表した。1956年4月5日から9日、スウェーデンのストックホルムで、軍縮と原子兵器禁止問題を討議する世界平和評議会特別総会。1957年6月10日から17日、スリランカのコロンボで、世界平和評議会総会。核実験即時停止アピールと、軍縮宣言を採択した。1963年11月28日、ワルシャワで世界平和評議会総会。日本代表団は部分的核実験停止条約支持への反対を提案したが否決された。1987年7月30日から31日、日本で世界平和評議会軍縮委員会。ありがとうございます。